ボンドチャンネルをご覧いただきありがとうございます。本日はボンドカーズ東京より車両紹介の動画をお届けいたします。ケイタ君、今回もよろしくお願いします。よろしくお願いします。今回ご紹介させていただくお車がアルピーヌ A110S 2020年式3500キロ、こちらの車両になります。なんかすごいのがやってまいりましたけれども、はい、私セレクトと言っていいでしょうか。私が欲しくて、はい、池田君一押しの一台ですね、はいはい、ボンドチャンネルでもフランス車自体がもうそもそも、そうですよね、多分初紹介ということで、あ、なるほど。今までのちょっとドイツ車がどうしても多いんで、はい、まあ、今までのその流れが当てはまらないというか、そうですね、なんか新しい発見とかありそうですけれども、はい、こんな一台を今回ご紹介させていただきます。でまず車自体が、はい、A110 のリメイクというか、はい、そうですね、復刻というか、はい、ということで、まあ、当時 の, そのシルエットそのままになんか現代版にこうリメイクした車なんですよね、はい、そうですね、で、はい、僕正直その前 の, その先代の方の A110 はほとんど知識がないんですよ、はい、まあ、ちょっとなんかその動画で見たとか写真で見たとかっていうぐらいなんですけど、うん、はい、このシルエットに関してはよくぞここまでなんかこうそっくりに作ったなっていうぐらい、ね、はい、なんかこう本当にうまく現代版にこうリメイクされてるなっていうのを感じました、はい、そうですね。これ前回りとか特にこの4灯のヘッドライト、はい、ライト特徴的ですよね。これちょっと他の車に当てはまるもんがないですね。ないですね、はい、この形状もそうだし、あとは何がどれかっていうのはちょっと僕全然わかんないんで、はい、最後ライトチェックで見てみたいと思います、はい、この辺の形状だったりとか、あともう一個ちょっと印象的なのは、うん、あの車非常にコンパクト、はい、そうです。ただその先代だともっとちっちゃいそうです、はい、でなんかそのホームページでもその先代と並べてこうちょっと走ってる絵なんかがこう採用されたりするんで、ちょっと見ていただけると分かりやすいと思うんですけど、だいぶこう先代ちっちゃい、はい、で現代版のこっちの方がかなり大きくなってるはずなのに、うちにこう並んでる車に比べるとずいぶんちっちゃいという、はい、だからもうちょっと多分可愛らしい立ち位置の車じゃないんですけど、サイズ感とかこうデザインに関してはかなりちょっと可愛らしさすら感じる、そうですね、そんな車になってますね。寸法の方、池田君分かります？はい、寸法の方が、まずちょっとこれせっかくコンパクトの車なのでホイールベースも紹介すると、ホイールベースが 2420mm で、全長の方が 4205mm、全幅が 1800mm、 それから全高が、1250mm。 やっぱり数字的にもかなり、はい、ちょっとこう趣味性が高い車ですけれども、まあ、所有したりするのにもこう邪魔にならなくてかなりいいかなと、はい、はい、あとボディカラーが、はい、そんなにラインナップないみたいなんですけど、今回のこちらが、ね、これは、ブランイリゼメタリック、まあ、一応まあホワイトパールに近いメタリックカラーになると思うんですけども、これが一応優勝オプションのカラーになります。ちょっとこうメタリック強めですよね。強めです。結構綺麗な色ですね。ちょっと光が当たるとキラキラしてる感じ、はい、こんなボディカラーになって、でそのおかげもあってかこういうちょっとこうプレスラインがこうふわっと見える感じで、うん、はい、よく見るとこうボンネットにこことここ2本と入ってたりとか、かなり複雑な造形になってますよ。そうですね、はい、でバンパーなんかはこうちょっと今時な感じになってますけれど、はい、ちょっと本当に先代を踏襲した、うん、全体的に変わらないデザイン、はい、こんな感じの前回りになっております。そして足元、今回こっちから回ってみましょうか。足元もワンテンとワンテン S でちょっと違ったりして、はい、はい、ホイールがこちらの、これ単造ホイールですね、はい、はい、これになる感じですね。あ、これオプションだっけ。これも、これはただ、優勝ではなくて、無償の、まあ、A110S 標準の単造ホイールです。 S 標準のこちらのホイールになっている、ベースグレードの110と110S で、はい、こうホイール自体は変わらないんですけど、タイヤがちょっと1センチぐらい太くなっているということで、はい、足元もこんな感じで、ちょっとこうただデザイン的にはあの110の標準が履いてる、うん、ちょっとあのそうです、ね、リッシュっぽいというか、はい、の方がらしいのかなっていう気がしました。の方がおしゃれな感じもしますね。ただ性能的にはこれだいぶ違うんですよね。はい、これホイールだけでも、この単造ホイールになると通常の他のホイールに比べて10キロ、車重でも軽くなるので、まあ、車体自体の車重が軽い車だとホイールのその10キロっていう重さもだいぶ変わるのかなっていう印象はあります。それパーセンテージで言ったら相当ですね。そうですよね、車体が1110キロなので、はい、その中の10キロって結構なものだと思います。1本あたり 2.5 キロ、はい、まあ、フロントだけで5キロ軽くなっちゃってるって言って、うん、多分ステアリングの軽さとか、はい、あと運動性能燃費なんかにもかなり影響してきそうな、そうですね、そんな感じします、ね、そんな足元が入ってるちょっとレーシーさがアップしてる感じですね、はい、そしてこちらのキャリパーが
僕読んだ資料だとブレンボ製ということで、はい、そうです。こちらのオレンジ色のキャリパーがついております。でちょっとこのオレンジ色っていうのがちょっとそのアルピーヌのスポーツカラーというか、はい、ちょっと特徴的なカラーなんですよね。はい、で内装だったりもちょっと使われてたり、そうです。この S とかだと結構オレンジが随所に使われているので、はい、であと足元なんかも S になると4ミリダウンでちょっとだけ車高が下がってたりとか、はい、あと足元のセッティングがまるで別という、まるで別っていう形みたいですね。はい、どうやら剛性、まあ、サスペンションですとかそのあたりの剛性が約、まあ、通常のベースグレードの A110 から S になると 50% 剛性アップしているっていうことなので、だいぶ本当にフィーリングも、まあ、ちょっと今回乗り比べないですけども、まあ、ベースグレードからはだいぶ違うんじゃないかなっていう感じです。まあ、スプリングのレートだったりだとか、はい、あとスタビライザーなんかも変わってるっていうことで、うん、乗り味が全く別で、こうワンテンがまずそもそも乗ったことないんですけどそうですね、はい、ちょっと今回このワンテン S 乗ってみたいと思います、はい、そしてあと横のシルエットもあのちょっと僕写真で見比べてすごいなと思いました。もうまんま一緒じゃない、もういや本当そうですね。この後ろがこう下がっていくデザインもそうだし、はい、あとびっくりしたのはこのウィンドウ、あこれがちゃんとこことここにこうピラーというかこう立ってて、はい、あの先代のモデルだとこう横から見た時にウィンドウがこう3枚に見えるよ、それがちゃんと現代版でこう再現されてます、ね、再現されてるっていう、はい、なかなかちょっとこれを取り入れるっていうのは他の車にないかな、はい、そしてあとここのプレスラインもこれも面白いですよね。これも先代からの流れなんですよ、はい、だこういうところをちょっと本当他のメーカーもやってほしい。あ、そうですね、確かに最近あの SL がちょっと復活する、ソフトドープで復活するなんて言ってますけど、はい、あれもちょっともう一番最初の SL をもうオマージュするぐらいちょっと寄せてほしいなっていうちょっと感じました。だからこれの先代を本当に好きな方とか乗ってた方とかにはかなり刺さるこのシルエットなんだろうなっていうのは僕ちょっと詳しくはないですけど、はい、もう容易に想像できました。であとは今回の車ルーフがカーボンということで、はい、これただでさえ軽いのにそうですね、カーボンルーフでさらにこう軽量化と低重心化、はい、でこれボディがほとんどがアルミなんですよね。ほとんどがアルミです。はい、あの当時1990年代 NSX が総アルミボディでこう出た時の衝撃、はい、それが現代になってもう普通にこんなちっちゃい車で総アルミボディという、だんだん当たり前になってきましたね。まあ、パネル類はまあ分かります、割とこう高級車でも多いじゃないですか最近、はい、それがもう中の方までそうですねほぼアルミという、下見でちょっとドアの開閉だったりとかさせてもらいましたけど、だいぶ軽い、ドア軽いですよね。いろんなものがだいぶ軽いという、ちょっとでもそんな外観からするとそんなイメージあんまりないじゃないですか、はい、意外さがちょっと僕らは知識が薄いと特に感じるなっていう、うん、であとこの辺がこれが一応ミッドシップになるんで、はい、エアの取り込み口だったりとか、ね、この辺ついてたりとか、ちょっと控えめですけどエンジン自体もそんなにこうとんでもなく大きいものじゃなくて、そうですね、はい、1.8リッター、そうです、 1.8 リッター4気筒のターボエンジンですね。メガの RS と同系列のエンジンが搭載されてるってことみたいです。あとこの辺のこれがちょっと普通のワンテンと違うところで、はい、そうですね、 S のエンブレムがそこについてますね。もう普通のワンテンだとトリコロールカラーになるのが、はい、これだとオレンジとカーボンの、はい、なってる。だからここだけ見てももう詳しい人が見ると、うん、おっていうポイントなんですね。そうですね、はい、そしてあとリアに関しても同じくちょっと太くなるんですかね。リアの方は245/4018のタイヤ、これも前に習って1センチ太い感じですよね。はい、そうですね、標準のワンテンが235のところ245になってる。でリアのキャリパーこれちょっと見たことない感じ。そうですね、初めて見る形のキャリパーですね。これ一応片押しは片押しなんですかね。片押しだったと思いますね。まあ、フロントはもちろん対向フォーボットなんですけど、はい、ちょっとかなり変わった僕らだと見慣れない感じです、です、はい、ただリアもちゃんとこうベンチのディスクになってたりとか、はい、ちょっと詳しい資料が長いんで分かんないですけど、おそらくこうワンピースに見えるんですけど、おそらくツーピースの素材変えたタイプのローターじゃないかなっていう、うん、はい、そんな感じはしますね。しますよね、はい、でベルのところにはアルピーヌって入ってる、はい、であと足回りもこれで前後ダブルウィッシュボーンということで、はい、そうです、かなりこう四輪の接地感を意識した、うん、そうですね、こうどうしてもダブルウィッシュボーンだとキャンバーの変化が少ないんで、はい、その辺なんかをかなり考えた足回りということです、うん、
そしてあと後ろ回り行きましょうか。リアは僕正直に言っていいですか、はい、僕の単純なその少ない知識と写真動画で比べた限りですよ、はい、リアはもうちょっと頑張ってほしいなと思いました。まあそうですね、フロントとこう全体的なシルエットの再現性からいくとリアはなんか随分近代的になっちゃったなって。近代的ですね。これなんかもうちょっと下で、はい、この辺でなんかちょこちょこっとテナップ済ましてほしかったなっていう。ただ多分こうリアの視認性だったりとか、はい、安全性とか、まあ、その辺を入れてくると難しいのかなと。こんな感じのテールランプ。だからちょっとこう変わったこれ光り方も後で見てみますけど。そうですね、はい、ちょっと特徴的な光り方します。特徴的な光り方しますね、はい、あとはこの辺のウィンドウからこのエンジンの、うん、ここから熱排出ですかね。排出だと思いますよ、ね、これは、はいはい、このダクトがついててからのトランクという、うん、もう絶対トランクもほとんど荷物入らないんだろうなってそうですね、はい、ちょっと後でその辺も見てみて。そしてあと下回りも、はい、驚きのセンター出しということで。そうです、私は正直この車はこの下回りの処理に関してはすごく感動しました。これすごいね、はい、これ下回りこのディフューザーが最近こうなんちゃってのディフューザーも多い中、多い中これだけしっかり奥まで、はい、奥までどころかリアタイヤの前の方まで。そうですね、これかなりしっかり処理されてるというかよく考えられてるなっていう印象を受けますね。かなりこれリアの整流とダウンフォースが考えられてる、そんな感じの、はい、形状になっております。結構なんでスッキリはしてますよね後ろ回り。確かに確かに確かに、なんかそんなとんでもなくパンチがある車には。そうです、ね、初見だとあんまり見えないのかなと、はい、本当にさっきも言いましたけどちょっと可愛らしさも感じるぐらいのシルエット、はい、なのに走りはとんでもないんですよ。はい、そうですね、はい、ちょっとこれはあとで試乗でお伝えしたいと思います、はい、では続いて内装を見てみたいと思います。でその前に鍵が、はい、こんな感じの鍵で、ちょっとこれ正直に言っていいですか、もうちょっと頑張ってほしかったです。鍵はそうですね、ちょっとフランス車だからすごいこうなんか辛口で言ってんだろうって言われちゃうかもしれないですけどちょっと鍵はせめてちょっとどっかにアルピーヌって入れるとか、ちょっとメーカーロゴぐらいは正直ちょっと欲しかったなと、はい、そしてただちょっとこれ結構便利機能がついてて、まあ、ロック解除の他にこれ、はい、これでなんとライトがこうつけられると。そうですね、はい、うん、だこれ駐車場で車探すときとか、あ、そうですね、まあ、あとはその駐車環境によって、例えばお家が広い方で玄関に向かって止めるような方なんかだと夜こうポチッと押せば、はい、玄関まで照らしてくれたりとか、そうですね、かなり便利な感じはします。だとこっちがトランク、トランクです、はい、ただこれトランク電動じゃないんで、はい、トランクのロックを解除するっていう形なんですよね、はい、なんで鍵がちょっと変わった形ですけども、こんな感じの鍵がついております。で当然スマートキーなんかはなくって、はい、もう単純にキーレス で、はい、で本当にちょっとこう近代的な便利な車というよりかはその走りとか趣味の方に振ったんだなっていうのがちょっと見て取れました、はい、そうですね、そしてドア開けるとドアがまず軽いんですよ。ドアめっちゃ軽いです。めっちゃ軽いねこれ、はい、だから車の方向性を知らないとなんか本当に国産コンパクトかなっていうぐらいのドアの軽さ、うん、そして中を見ていくと中めちゃめちゃレーシーじゃないですか、はい、まさかのフルバケ200。そうですね、でもこれ私最初セミバケかなと思ってたんですけど実はフルバケでした。そしてこれがシートベルトでおなじみのサベルト製のフルバケということで、はい、2脚同じものが、でこれもダイナミカが多用されてたりとかして、はい、ちょっと高級感と、はい、そうですね、ちょっとおしゃれな感じ、そしてアルピーヌのロゴが入ってたりとか、背中にちょっと分かりづらいですけど刺繍なんかもあったりとか、はい、でこの縁はオレンジ色の刺繍が入ってる、ちょっと立体感のあるシート、はい、そしてこれステアリングがもうちっちゃい。そう、あ、そうなんですよ、ステアリングが径が小さいのは私も久しぶりにこういう車ちょっと乗ったんです。ちょっとやる気にさせるぐらい小さい、はい、その初代の方のアルピーヌもかなりちっちゃいんですよね、はい、そうですね、だからそれを意識してなのか、うん、かなりちっちゃいステアリング、はい、そしてダッシュボードは、まあ、レザーだったりその奥がプラスチックだったり、はい、ちょっとこう全部レザーじゃなく、まあそうですね、ちょっとコンビでですけどかなりこうレーシーさもあるダッシュボードになっております。そしてドアの方はこの白い部分がこのボディ同色なんですかね。です、ちょっとこのキラキラの、はい、はい、これおしゃれですよね。これおしゃれですね。そしてここがダイナミカですかね、はい、そしてここから下はプラスチックですけどこのアームレストと持つところが持ち手のところだけレザーという、はい、そしてスピーカーがやってまいりました、はい、フォーカル、フォーカル、はい、これフランス車だからですかね。そうですね、でかつ軽量スピーカーなので多分そういう部分もこの車に合わせて選んでいるんだと思います。あ、なるほど、
じゃあなんかもうマグネットがめっちゃ大きくて重たくてっていうよりかは、はい、ちゃんとそこが両立されてる。そうですね。で結構この車のスピーカーとかって、まあ、そこそこのを見てもこう紙のコーンだったりとか、はい、ファイバーの、はい、ちょっと本当に社外オーディオ屋さんでオーディオつけてもらったんだって言ったらもう納得しちゃいそうな、カスタムオーディオとかで見るようなこう感じですよね。こんな感じのスピーカーがついております。はい、ちょっとじゃあ続いて乗ってみたいと思います。高さは1200でめちゃめちゃ低いんですけど、開口部が広いんで、はい、乗り込みやすい感じです。そうですね、なんか乗り降りしやすいように結構工夫されてるらしいです。はい、そしてまず乗るとこのキーを差し込むところはここなんですよ。はい、ちょっと特殊な感じがします。暗いと分かりづらいかもしれないです。はい、この助手席のちょうど目の前にキーのスロットルがあるんで、そこに差し込むと、まあ、キーがオンになると、はい、こんな感じみたいです。はい、そして運転席からの視界はこんな感じです。さすがにちょっとこのフロントガラスのちょっと狭さというかは少し感じます。はい、そしてステアリングはこんな感じ。これこっちが普通のレザーなんですね。そうですね。で、はい、上下がスウェード調のこのダイナミック、はい、割と逆のパターン多いですけど、そうですね、ちょっとこの握る方がレザーという組み合わせになっております。そして改めて見てちっちゃい、ちっちゃいです特にマセとか、はい、あの辺と比べるともう本当に二回りぐらいちっちゃい、うん、そうですね、そのぐらいの印象を受けます。そしてもうこの辺はもう最小限のスイッチ類、はい、あとスタートボタンここについてて、あとパドルが、これがなんか開発当時よりだいぶ剛性アップされてるらしいですね。はい、パドルは後でまあ試乗動画でもご紹介しますけど結構質感いいです。なるほど。はい、なんかこう一番最初の開発車両だとここの剛性が足りなくてちょっと操作感が悪いなんて言ってここを剛性良くしたっていうのを読み物で読みました。そしてメーターはこのデジタルのタイプですね。これは特に S になっても変わらずっていうことですよね。そうですね。はい、ただエンジンの方が出力アップされたりとか、はい、その辺の違いはあるみたいです。そしてこの辺の表示もデジタルですけど非常にシンプルなんで、まあ視認性もいいですし確認もしやすいかなと、こんな感じになっております。そしてメーターフードはこのツヤのないタイプのカーボンだったりして、ところどころ本当にレーシーさとちょっとおしゃれさが垣間見えます。はい、でエアコンの吹き出しなんかもこれもカーボンなんですね。そうですね。はい、そことあとはシフトの前のポケットがあるんですけど、はい、そこのフードも、あ、なるほど、この辺とか、はい、この辺とかもちょこちょこ入ってます。しっかりカーボンになってる。そしてスイッチ類はこのギザギザの、はい、あ、これもちょっと質感いいというか、はい、割と操作性がいい感じです。そしてこちらが7インチのモニターなんですよね。モニターですね。ナビがないんですよね。はい、なんで車の情報表示だったりとかそういったものの関係になるかなと。こんな感じで情報表示と、あともしもナビを使うんであれば、ディーラーオプションで、はい、なんかアルパインのナビがここに表示できるという。そうですね、パイオニアかちょっと忘れちゃいましたけど、後付けができるということで、はい、社外ナビがここに出力入力できるみたいなので、はい、まあ、そういった使い方もできるのかなと。であとはなんか読み物見たら、携帯つないでナビタイムが使えるということなんで、はい、まあ、アプリを使ってナビを使っていただくような形になるみたいです。こんな感じのナビでございます。そしてエアコン周りはもう本当にシンプル、シンプルです。はい、これがわからないという方はおそらくいないでしょう。はい、はい、これ以上にないぐらいの風量と温度とっていうシンプルなエアコン周りになってます。であとこの辺がシフト関係、そうですね、はい、ゲドラグ製の、7速 DCT、はい、この辺はちょっと乗ってみたいと思います。この辺も非常にシンプルなんで、まあ、使い勝手は悪くないのか。はい、あとパワーウィンドウとスタートストップ、あれこれスタートストップが2つ違うんですよ。これステアリングがスポーツモードのモード変更ボタン、はい、スタートじゃなかった、はい、恥ずかしい恥ずかしい、ちょっと同じ色なんで分かりにくいのありますよね。はい、スタートボタンかと思ってました。はい、はい、スタートストップがこっち で、 そっちです。モード切り替えがこっちですね。はい、はい、そしてパーキングと、そしてこの下にちょっとスペースがあって、はい、USB が2ケットだったりとか、はい、SD カードのスロットルがついてたりとか、はい、あと車によっては、ETC がついてたりするのもあるみたいなんですけれども、ね、はい、今回は後付けでこっち側に ETC がついております。はい、そしてあと座った感じはあのフルバケなんでさすがのホールド性の高さです。はい、で僕あの小デブですけど僕でも割とゆったり、あ、そうですね、ゆったりなサイズです。はい、ガチガチのフルバケっていう感じじゃないです。はい、
で僕ちなみに身長175ですけど上も全然楽勝です、はい、ただポジションは結構高いっすね。高いんですよ。そうなんですよ。もうちょっとこういう感じで乗るかと思いきや、はい、割とこう高い、はい、これシートただフルバケなんですけど私一番すごい印象深かったのがサイドサポートすごい低いんですよ。あそうかな。フルバケだともう少しなんかこう競り立ってるイメージあるんですけど乗り降りしやすいなっていう。確かにどっちかというとレカロのスポーツスターとかあのぐらいぐらいですね、うん、6とか7だともこうなってるけど。そうそうそう確かにこれだったらで割とこう柔らかいっすよね。柔らかいんで、はい、本当に自然にホールド。あとあれか肝心なリアの視界ですね。リアの視界は正直あんまり良くないです。はい、はい、この低さもそうですしトランクがこう丸くボコってそうですね盛り上がってるんでちょっとリアの視界は悪いかなっていう気がします。ただこう後続車が見えなくなるぐらい早いらしいんで、はい、それで対応していただくと、はい、嘘です、はい、そしてステアリングもちょっと調整しましょうか、はい、一応チルトとテレスコついてますけどシートがそもそも高いんで一番上で本当にちょうどいいかなって。あ、はい、むしろもうちょっと上げたいぐらい、うんうん、このシートポジションでステアリングこの位置っていう方はおそらくほとんどいないんじゃないかなっていう、 そんな感じがします、うん、でこれ調整自体はあ一応3段階でできるんです ね、はい、なんでちょっとこう下げたいです僕的には一番下まで。そうするとステアリングもちょうど位置に来るのかなっていう気がしました、はい、一応チルトとテレスコはついてるんでまあまあまあこの辺は調整次第かなという感じでございます。だとルーフに関してはピラーからこの天井バイザーまで全て、ダイナミカということで質感非常にいいです、はい、そしてミラーもこの枠のないタイプですね。最近多いですね、はい、この感じのミラーになっております。であとちょっと僕気づいたところといえばこのドアのヒンジとか、あごめんなさい、そんなにフランス車に精通してないんでいや全然お前普通だぞって言われたらそれまでなんですけどこの辺がちょっとあの国産っぽいというか、はい、いい意味でこう日産車といろいろこうやってるんですよね、はい、ちょっとその辺を感じました。そうですね、多分私はこのもうミラーのスイッチとかまさに、まさにこう日産の、はいスイッチですね、はい、確かにドイツ車なんかと結構このヒンジなんかもこうなんていうの削り出したあそうです、ね、こうごついヒンジだったりしますけど、はいはい、こういうヒンジだったりとあとカーペットなんかもちょっとこうどっちかっていうとこう国産車っぽいというかです、ね、そんな感じがします、はいうん、でこれエンジンとかも結構日産のその技術とか、はい、パーツが使われてたりそうですねだいい意味でなんかちょっとこう安心感というか、うんうん、なんかこう親しみやすさをちょっと感じる、はいなんかとっつきにくさがあんまりないというかこんな感じになっております。じゃあ続いてトランク見てみたいと思います。ちょうどここの下にスイッチがあって、はい、押すとちょっとこのダンパーが元気なんで自動に見えますけど、はい、手動のトランクということで、はい、これはちょっと入らなくないですかまあ割とコンパクトですね。中以上に開口部がちっちゃい。開口部はちっちゃいです。これはもう本当にデザイン優先したなっていう気がします。うそうですね、だから本当にボストンバッグみたいなのを1個、まあ、ギリギリ高さも本当にあんまりない、はい、30センチぐらいしかねしかないのでちょっと本当にちょっとしたものしか詰めないなっていう感じがします。はい、はい、こんな感じのトランクも本当にシンプルですね。なんかインシュレーターも全然張ってないし、であとエンジンルームがトランクからアクセスできるということなんで、はい、そうですちょっとこの後見てみたいと思います。じゃあ続いて前側のトランクを見てみたいと思います、はい、前後でついてるんですね。前後でついてます。さすがにちょっと後ろ94リッターあれだけだと実用性がかなり悪いんで、はいまあ、フロントにも一応こんな感じで収納をして、でフロントはちょっとだけ広くて100リッター、はい、100リッターぐらいですね、ちょうどぐらいということで、ただちょっと深さが全然ないんで、ちょっとこれも詰めるものが限られてきちゃうかなっていう感じがします ね本当にちょっと上着とか、うん、ちょっとしたバッグとかそれぐらいかなと、はい、だと池田君情報によるとなんかこれフロントだと使い方がちょっと要注意ということで、はい、まあ試運転で少し乗らせていただいた時に気づいたんですけども、実はこのトランクフロントのトランクの下にラジエーターがありまして、走行後結構熱を持つという部分で、あんまりこう食べ物系はお控えいただいた方がいいのかなと。ちょっとスーパーに行ってちょっと熱い走りをして帰ってくると生物とかがダメになってる可能性が、そうですね、まあ、あえてまあ本当に言うと結構本当に
いい温度になるので。なるほど、はい、じゃあ本当にそういうところも耐熱というか、うん、そういうものは最低限 で、 そうです、ね、ちょっと走りに振ってあるんだなっていう、まあ、そういう車になってるんです、うん、はい、続いてトランクに戻ってきまして、エンジンルームをちょっとせっかくなんで、はい、開けるところからお伝えしたいと思います、うん、でエンジンルームがこの下なんですけど、これがこう開く、はい、でこれがネジ止めされてるんですよらしいですね、はい、トランク側からちょうど3箇所、はいはい、ガラスハッチを止めてるネジですよね、おそらくみたいです。こんな感じで、こんな感じのネジが一応中央と左右3箇所ついてるってことなんで、これを外していただくと、整備性はだからいいのか悪いのか。そうですね、ここもせめてワンタッチで開いてほしかった感じがします。こんな感じで、でこれを全部取ると、はい、ここがダクトごと開くと、はい、そして棒もついてるんですね。同じでしょうか。はい、なってるみたいです。でさらにこのカバーがついてて、これは反時計回りですかね、それぞれ回してあげると。でもこの辺もしっかりアルピーノのロゴが入ってたりとか、はい、そうするとちょっとこれはもう確実に2人で作業ですね。そうですね、はい、エンジンルームにアクセスできると。そしてエンジンの方がちょっと強烈なのが積んでますね、一応 1.8 リッター直四ターボ292馬力、はい、これが先ほどちょっと触れましたメガネ RS の、はい、そうですね、同系列のエンジンということで、はい、でも元々といえばなこれ日産のエンジン、日産は全部が全部ってわけではないと思うんですけども、基本設計をなんか日産 の、 そのシルフィーとかに積まれてた 1.6 リッターのボアアップ版みたいです、はい、ちょっとその辺の、設計だったりとかを引き継いでるってことです。あとはその見えないところでも、DLC コーティングって言ってなんか硬質乾燥膜のなんかコーティングがしてあったりとか、おあとミラーボアコーティング、あメルセデスでいうとこのナノスライドみたいな、はい、あの火花をこう描写して表面の強度を上げる、うん、エンジンこうスリーブ入れないでそのまま使えるようにする加工なんかを日産の技術でやってるらしいです。でいろいろ見ていくとインタークーラーが水冷だったりとか。そうですね、これ別なんですね、この確かに冷却水が、まあ、全部別なのかな、ちょっと僕詳しくないと分かんないですけど、うん、そしてクーラントの色もあんまりこう、はい、ドイツ国産であんまり見ない黄色という、こんな感じのエンジンルームになってございます。であとファンがちょっとついてますけどファンが、はい、ちょっとは大丈夫かなっていう。結構こんだけパンチのあるエンジンを、はい、ミッドに積むとやっぱりこう風の通りも良くないわけじゃないですか、はい、下も全く平らで、ちょっとこれで大丈夫なのかなっていうファンがついてますけどまあ一応この辺は乗ってみたいと思います。であと今回のお車は、ここ前後でドラレコがついてますんで、後ろのドラレコはこちらに装着されていると。はい、はい、続いてテント周り見てみたいと思います。お願いします。マフラーの音も聞いてみたいと思います。お願いします。よし、行きましょうペダルが随分こうなってる気がします、
あ、中央寄りってことですか。うん、うん、気のせいだったらすいません。ちょっとあんまり他にない。ハンドル軽い。ハンドル軽いですよね。めっちゃ軽い。そして車ちっちゃい。そうなんですよ、小さい車好きの土屋としては。うわー、すごい、ね、軽い。はい、ちょびっくりするぐらい軽い。そうなんですよ、これ意外なことに。今そこをトントンって出ただけでも分かる軽さ。はい、なんかこうこれだけ走りをこう追求してそうなモデルだともうちょっとこうステアリング軽かったりとかしっかりしてんのかなと思うんですけど、うんうん、全く逆という。めっちゃ軽い。やっぱりでも軽いは正義ですから。そうですね、はい、そしてやっぱりブレーキ泣きますねこれ。ちょっと泣くっていうか作動音しますね。そうですね、はい、あ、軽い、全然出やしい。はい、あ、こういう感じ。そうです、そうです。ちょっとあの正直ちゃんとレビューしますね。はい、この車の挙動だったらもっとこうレーシングポジションにしたいです、私。あ、そうですね、うん、私もちょっとやっぱ着座位置、さっき土屋さんもおっしゃったように着座位置が高かったりもあって、乗用車ライクな着座位置なのに、はい、すげー、これこれすごい。めっちゃクイック。はい、こんなに何切れんの。そうなんですよ、頭の本当に入りが良くてグイッて入っていくじゃん。グイッて入るんですよ。すげえ。これちょっと今街乗りなんで、それこそ低回転、はい、3000回転以下でちょろちょろ走ってる感じですけど、はい、これ高回転キープして飛ばしたらもうめちゃめちゃ切れた走りができそうな。いや、そうなんですよ。でしかも読み物見たらなんかこうプラス5000と500回転ぐらいで、はい、標準のワンテンより馬力出してる感じで、うん、そうですね、 S になって、だからいい意味で、うわぁ、これちょっとやばいやつだ。これやばい。やっぱ軽いからこその。これ普通に言ったらオートマだから。そうです、今ドライブ、ね、普通に乗ったら普通に走っちゃうじゃない。はい、低回転でどんどんシフトアップしてって。そうですね、これパドル使って引っ張ったらやばいね。やばいっす。ちょっと初めて初乗りした時に思ったのが、最近で言うと A35 の AMG とか、ちょっと回転の上がり方とかトルク感が似てるかなっていう感じはしました。これすごい、はい、早い。早い、これいいですよね。早いし楽しい。これこれすごいね。そうです、そうです。これは本当に土屋さんにぜひ乗ってほしかった一台なので。これは楽しい。これは楽しい。正直ちょっといろんなものが初めてだったんで、はい、シルエットもそうだし。そうですね。ちょっと店内でエンジンを聞いた時も、こんなにレスポンス悪くて大丈夫っていうぐらい。もさっとしてましたね。そう、うーんっていう、はい。そこじゃなかった。はい。これはすごいぞ。意外と乗るとっていう。いやいや楽しい楽しい。私もこれ本当に結構前から仕入れたいなって思ってて、うん、まあ、S じゃなく A110 含め結構見てたんですけど、なかなかちょっとタイミング仕入れられなくて、ただどうしてもこうケイマンとか、ロータスエリーゼとかあの辺りターゲットしてるっていうのを聞いて、ケイマンとかやっぱすごく車のバランスいい車じゃないですか、うんうんうん、なので逆にそれをターゲットにしたこの車ってどうなんだろうってすごい興味持ってて、一つこのなんて言うんだろう、安定感とか安心感ってちょっとこう、はい、またこう楽しさと違う部分、うんうん、やっぱりその際どさだったりとか極端な味付けってやっぱり楽しい。楽しいですよね。楽しい。これはこれは楽しい。でこれアイドリングストップオフはないの。アイドリングストップオフここにあります。あ、ここにあるんだね、はい、これちょっと精神衛生上良くないからいらないですこの車に。この辺りはこういう本当に基本操作系しかないですね、うん、スイッチの質感とか割といいんですよ。そうですね、本当にさっきも言いましたけど、覗いたらなんか結構僕もともと国産車、特に日産車もそうだし、はい、デンソー触る仕事をしてたんで、あ、だいぶ見慣れた光景がカプラーの形とか、はい、配線とか、だから結構いろんなとこまで日産の技術というかパーツ入ってんだなっていうの。中もデザインおしゃれですよね。センターブリッジもあおしゃれおしゃれ。
いやもうちょっとなんか本当にレーシングポジションにしたい。シートをめっちゃ下げたいですね。ただホールドは全然いいし、はい、これだったらでも女性でも全然運転できるようなポジションですよね。確かに女性乗ってたらおしゃれだなって思います。でたまに借りてぶっ飛ばせるとそうですでも当社のお客様でもこうセカンドカーとかでこういうコンパクトってすごいいいと思います ね。確かに本当に もちろんやっぱりありふれるパワーがあるわけじゃないですけど、うん、軽くて使い切れる、はい、おシフトも早いですよね変速がこの DCT で。結構あと読み物見たらその 50% アップ、はい、バネレートとかしてるんでちょっと硬いかなと思ったんですけど全然乗れる。そうです、これ今ノーマルモードですよね。ノーマルです、全然乗れちゃう。じゃあちょっとスポーツに、はい、あもうスポーツ押した瞬間に今シフトダウンしました。あ本当だ、はい、あ音が変わった早いこれ楽しい。そうなんですよ、これちなみに今スポーツモードで、はい、モードはノーマルとスポーツとあと実はもう一種類。えそうなの。そうなんですよ、これ私も乗ってる時に気づいたんですけど、はい、まあ、行動だとなかなか使う機会ないんですけどスポーツボタン長押しするとレースモードになります。はい、全部オフ。オフというかレスポンスがちょっと変わります。また月が良くなります。それは危ないんでやめておきましょう、はい、これは楽しいな。ちゃんと適度になんかこの速度感感じるし。そうですね、こう静かに速いとかなんかもうしれっと速いっていうよりかはちゃんとなんか感じるものを感じて、うん、なりの速度でちゃんと走る。そうですね、本当に先ほど土屋さんおっしゃってたように割とこうある程度踏み切って楽しめる車ですね。そうね、そうね、振り回せるね、はい、まあ、だと、はい、サーキットとかで振り回した時にどこをどういう動きするかがちょっと確かにわからないですけど、僕読んだ読み物だと結構そのワンテンのこの S じゃない方はもう完成度もあるんかもしれないですけど結構極端なこう特性、重量バランスもありますもんね。で、この S になってだいぶこう弱アンダーに持ってきて乗りやすくなってるっていう、うん、で、もともとなんかサスペンションのストロークも結構長めで、はい、その辺がちょっと影響してるのかなっていう。ただこの先代というかその初期型に関してはラリーでもこう名を馳せた車なんで、はい、まあ、車の方向性というかがそっちなのかなっていう。あ、そうですね、これはね味があるよ。いいですね、めっちゃ味がある。全然実用性ないし癖強めだけど、はい、味がある。こんな車ないね。ないですね。ただちょっとその味にこの価値を見出してくれないと、うん、何これってなっちゃうかもしれないけど、はい、でも意外とロータス、まあ、ちょっとこの間入稿したタイミングとかもあったんでチラッと拝見したりしたんですけど、ロータスのエキシージとかあの辺の方がもっとスパルタンだなっていう。確かに、ちょっとあれ乗れないし、はい、僕みたいな小デブだとまず乗り込めないこれ楽しい、いいよ。そうなんですよね、これの、まあ、ナビあったら普通に、ナビがあれば意外と。あでもね、ナビいらない派なんです私。あなるほど、もう携帯のナビに使い慣れすぎちゃってて、はい、そう、もう Google マップだけあればどこでも。そうですよね、今そうですよね。そうそうそう、これちなみにあれなんですよ、さっき紹介し忘れちゃったんですけど、ちょっと残念な部分がアルピーヌってランゲージ設定、言語設定で英語しかない。これ英語しかないんですよ。なるほど。あとはもう日本語が選べないんでその他の言語になっちゃう。それはもうパイ数が少ないんでしょうがないです、はい、日本人がもうちょっと頑張ってこう買えば。そうですね、よしじゃあ日本語を作るかってなるんで、まあ、これからじゃないですか。はい、そう願って。これね、こう来たかっていう。そうですね、はあ、これでもね乗りやすさはびっくりした。そうなんですよ、意外と、うん、接地感ってどうですか。接地感はでも全然リアの方がこうしっかりしてんなっていう感じは僕でも分かります。それはそうですね、だもっと本当に100キロとかそれ以上出した時はちょっとこうもっとそれが極端に出てくるかなっていうイメージはします。ただ街乗りだと逆にそっちの方がこう、すごいこう回答性はいいというか。そうですよね、うん、
めっちゃクイックだもんだって。これすごいですね。クイックって、うん、本当にクイックですね。ゴーカートそのまま乗ってるみたいな。本当に本当にそんな感じ。スポーツモードだと結構バブリングでパンパンいますね、うんうんうん、あとはね出だしのねポコポコポコっていうのがちょっと気になるぐらいかな。あ、そうですね、うん、ちょっとあれこれ3発だっけって思うぐらいなんかこうトコトコトコっていうか、はい、ポコポコポコってなって、うん、回転が上がっていく感じ。そうですね、ほんとちょっと下だけどのそったさがあるかもしれません。そう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 、ただ全然走り出しちゃえばそんな感じしないし、うん、もう回すと別物ねこれ。そうですね、めちゃめちゃ気持ちいい。これやっぱりちょっと趣味で乗るならやっぱりこう癖強めの車よ。そうですね、やっぱり、うん、本当にセカンドカーとかで、うん、面白い車探してる人はぜひっていう。そうね、感じがしてます。最近ちょっとこう振り切った車ないもんね。ないですね、うん、でやっぱこのサイズっていうのもちょっと魅力かなっていう。確かに2リッターでこのボディサイズでっていうのは。確かに確かに、結構その外観で言うとちょっとそのちょこちょこっとしたとこしか変わんないけど、はい、中身がまるで別物という。まるで別物ですね。エンジンもそうだしセッティングもそうだし、まあ、40馬力違うっていうのも結構ですよね、うん、このボディサイズでこの車重で、はい、超ミッション早いっすよね。早いよね、シフト変速マジ早いですよこれ。ブレーキめっちゃ効くしかも。そうです、もう軽いからだねこれ。しかもフィーリングも良くないですか。なんかあんまり変なフィーリングないので、うんうんうん、すげえナチュラル。踏んだら踏んだ分っていう感じですよね。いいねこれ、はい、ちょっと正直言って舐めてました、はい、正直に言います、ちょっと舐めてました、はい、そうなんですね。結構まあフランス車ってやっぱ使わないのもありますし、うんうんうん、なんかちょっと敷居高いイメージあるよね。そうですね、確かに。ただそれは食わず嫌いでした、はい、意外と本当にこれはもう私もやっぱ仕入れてよかったなって思う一台で。これは楽しいよ、ちょっとこれ刺さる人に刺さってほしいね。そうですね、やっぱりねちょっと乗れるうちに乗っておきたい。うん、まあ、ただでさえ今ちょっとこういう車が少ないっていうのもある。そうね、寂しい限りです。いやいや、もうこういう車線光とかめっちゃ楽しいもんそうですよねグワッてこのサイズっていうか、このまあ排気量とかの車って今四駆 FF とかがやっぱ多いんで。ああ確かに、フォトシップっていうのも魅力ですよね、うんうん、もうそうだしね、あとはねこれ振動とかね音とかね伝わるものってめちゃめちゃ重要ね。ああそうですね、今の車って本当に静かで乗り心地も良くて余計なもの感じないじゃない。はい、でこれ振動とこの音を背中に感じながらこの走る感じ、はい、これやっぱりねこう数字とかこうなんか読め物だけではちょっと伝わらないなっていう、うん、そうですね。ただシートのクッション性が柔らかいからかあんまりそこまでこう気にならないというか。確かに今スポーツモードですよね。スポーツモード足も結構締め上げられてるはずですけど、ただリグライニングしないんでもうちょっとベストな位置に持ってきたい。そうですね、うん、僕的にはもうちょっとこうシート倒して低く、うん、はい、ちょっとこうちゃんとここを乗りたい。あ、うん、僕もそうですね、ちょっとこれだと思う、うん、視界はいいですけどちょっと視界はいいですね。これも結構いろいろ切り替わるんですよね。あ、そうなんだ。ブレーキとかこれ今ブレーキの動力、へと、クーラントのオイル、あ、ほんとだ、すごい。ターボの、まあ、プレッシャーブーストとインテークテンプとか結構いろいろ表示ができるんですね。本当だ、やる気になる機能がすごっ、はい、ナビはつけないけどちょっとそういう機能は充実されてますよ、ね、そうです、はい、さあじゃあ池田くんドライブでちょっと行きましょうか、はい、これちょっと今初めて僕外で、はい、太陽光の下で
車を見ましたけど、かなりこう白の奥に青が見えるという、そうですね、不思議なボディカラー、はい、玉虫色の白っていう意味なの、うーん、みたいですって書いてあった。あ、本当ですか、うん、だちょっと昔流行ったなんだっけな、シルキースノーパールみたいな、あ、そうですね、ちょっと本当にキラキラして奥に青が見える、うん、他にあんまりない、こういう感じね、なるほど。いやでもちょっとシートポジションの高さ、助手席だとやっぱりあんまり気になる。ああ、そうですね、ただステアリングコラムですかね、僕も今ちょっと膝が軽かったなって思うぐらいなので、うん、 ここちょっと狭い感じが、はい、なおさらだからローポジションにすればいいのかな。そうですね、もう一段階やっぱ下げたいですよね。さあ行きましょうか、フォーミュラー経験者池田ドライブを。今でもノーマルモードですね。なるほど。でオートマ、本当にでもミッションがスムーズすぎて、あ、しかもね、なんかね、助手席の方が振動を感じる。あ、本当ですか。うん、なんか この辺のビリビリした感じとか ダッシュもね、こんな感じです。グローブボックスがないのね。そうです。なるほど。そう、ちょっと走らないですけど、レースモードもまたメーターの表示が違うんですよね。これ今ノーマルモードで、スポーツで、レースが長押しですね。こういう感じになります。あ、そうなんだ、はい、へえ。これがまあ3種類ですね。なるほど。そして収納はほとんどないという。ないですね、本当このブリッジの下に小物を置けるかな。この下にちょっと置けるかな。山行きたいね。ああ、そうですね、うん、山登りたい。本当に車が軽いですよね、うん、軽い、まあ、あと好き嫌い分かれるとしたら、まあ、この固定式のパドルですかね。ああ、一緒にハンドルとついてこないタイプの、ね、板車と同じタイプ。はい、うん、どうですか池田君、接地感的には。接地感もでも確かに思った以上に悪くないですよね。僕ちょっと本当に気になったのが、このステアリング中心付近でたまにこう接地感が抜けるような感覚がある時があって、それはでもちょっとホイールベースがこの極端に短いのと、うん、ね、あとタイヤが結構細めなのがあるかなっていうのはちょっと思いました、ね、だって18インチで 215? そうです。普通のワンテンだったら205なわけじゃない。一番細いやつね、それ。もう国産車のタイヤと変わんないですよね。いや、もうあの i3 とかだったらもっとその特殊なサイズで細いのありますけど、はい、普通に市販されてるサイズの一番細いのが205だから、確か18インチ。ああ、なるほど。確か。そうですね、18インチだとそうですよね。そうなってくるとやっぱりこう、それでこう、うん、1トンボディを支えるわけだから。かわいいですね。かわいい、このポクポクするやつ。これもだから、でも知らない人が見たら本当にそのちょっとこうオマージュの車なのか、うん、かわいい車なのか、はい、こうスパルタンな車なのかそうです、ちょっと分かりづらくて逆にそれいいかなっていう。ああ、そうですね。でもやっぱ形も特徴的で、デザインも全体的に特徴あると思うので、うん、まあ、本当に一言で言えば僕はおしゃれだなってやっぱ思います。確かに、はい、それはあるかもしれない。なんでカット部車でもないのかなっていうイメージはありますね。確かにそうだね。一言おしゃれだね。もうおしゃれです。けどちゃんとなんか車好きのこう喜ぶポイントというか、あ、そうですね、うん、がちゃんとある車。いや、マジで早い。早いですよね。早い。本気出すと本当に早い。フルバケでよかったなと思って。本当に今フルバケでよかったなと思って。そうですね。軽さがやっぱ一番ですね。これでもやっぱ確かに今ちょっとこう加速で踏み込んだ時に、やっぱりリアに荷重かかるとフロントの接地感が薄くなる。まあもう当然のことっちゃ当然のことですけど。もともとリア寄りの重量セッティングらしいんで。そうですね。
こういうのなんだね。こんな感じなんですね、うん、勉強になりました。私もずっと気になってて、でも触れる機会が今までなくて、本当に今回仕入れて初めて触れて乗ってたんですけど、まあでもいい意味で想像を超えてきましたね。もっとなんだろう、言い方悪いと荒削りなのかなと思ったんですけど、まあ僕的にはこうケイマンとか、はいはい、今まで乗ってきた人が同じぐらいのサイズで何か探すってなった時にちょっと乗ってみてほしいなって思う一台です。なるほど、はい、これじゃあライバル的に、価格帯的にもライバル的にもケイマンとか、ケイマン、それからエリーゼとか、そのあたりが一番じゃないですかね。でもケイマンだとちょっとこう安定感ありすぎちゃう気がします、僕勝手に。そうですね、うん、もう装備もそうだし、車の完成度的にも、やっぱケイマンの方が若干しっかりしてるかなっていう印象はありますね、うん、確かに。でそこじゃないんですよそこじゃないんです、はい、いやもう圧倒的にその万人受けするとか、あのじゃあどっち買ったらいいですかって聞かれた時におすすめするのは、圧倒的に僕はもう正直ここレビューするとケイマンだと思います。まあそうですね、はい、圧倒的に。ただそこでちょっともっとパンチが欲しい方とかそうですね、うん、変わり物が好きな方は、そうですね、ちょっともっと味があるやつを、うん、これのただなんかライバルというか購入検討のライバルっていうか、こう比較対象に入るのは何かがまだ明確には見えないですね。確かに被る車があんまないなって、あんまりないんですよ、うん、ロータス、ロータスですかね、やっぱり。でもまたそれとちょっと違う気がするけどな、なんか。そうですね、うん、なんかいいとこ取りな感じですね、うんうん、軽さも持ってて、でも内装もまあそれなりに、うん、正直もうちょっと安かったらまあ満点の方がやっぱりそうですよね、まあちょっとお値段の話できないですけど、はい、満点の方がやっぱりだいぶ価格は安いと言いますか、うん、全然違うので。新車でこれが900万円ぐらい、900万ぐらいですね。そうですね、もうちょっと安かったらもっとこの車の魅力が出そうな気がしますけどそうですね、まあ、それは大人の事情とか多分いろいろあると思うんで、はい、ただ900万円になるとこう選択肢が広がっちゃうんで。広がりますね。そうなんですよ、そこかなっていう気はちょっとします。同等でも A45 とかも人気ですよね。そう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 、ただ A45 ではこれは体験できない。そうですね、うん、ケイマンボクスターでもこれは体験できない確かに、うん、ちょっと全然違いますよね。違うね、あの本当に五反田の駅の方まで来ちゃった、大冒険になっちゃった、ね、そうなんですよていうか今すごいことを発見したんだけど、はい、走行中に鍵抜けちゃうんじゃんこれ。そうなんですよ、で確か、うん、これちょっとはっきり覚えてないですけど、鍵抜くと、うん、エンジン切れなかったと思います。あ、そうなんだ、はい、あ、出先であれないってなった時に帰ってこれなくならないようにだと思うんですけど、確か今走行中に鍵が抜けましたあ、そうなんだ。そうです、でも警告も何も出ないんだ。出ないです、カチャッとかなんないんだもんね、はい、スッて入るだけあ、そうなんだ。そうです、でも鍵刺さないとエンジンもかからないですし、エンジン切るのもできなかったんですね。はあ、ちょっと不思議、不思議だし、しかもこれキーホルダー使う人ダメじゃんそうですね、うんうん、足で助手席の周りで前でずっとこうキーホルダーが揺れてることになっちゃうっていうあ、でもそしたら抜けばいいんか、はい、シュッてじゃあ、あなたら抜いてください。不思議、こんな感じ。はあ、私の今まで勉強してきたものが何も当てはまりません、はい、何これ、これクラッチとかEBCの本体ですね。ほんといろいろ出るんですよね、表示が。本当だ、細かく。ステアリング、ステアリングアングルも出るの、すごい。え、じゃあこれもうそもそもあれじゃん、サーキット行っても GoPro つけて撮っとけば。そうですね、いろいろ別になんかそういうロガーつけなくても、はい、全部記録できちゃうっていう。記録ができるんですかね。でも ST でも走行動画撮っとけばそれ漏れなく映ってるわけじゃん、ね、はい、へえ、よくできてますよね。総評ということで、はい、
ちょっと癖濃いめですけど、普通じゃ満足できない方に、はい、8C に続き、そうです、はい、いやでも車は本当にこう今でこそちょっとこうそういう時期だなって思います僕は。そうですね、僕はでも本当にセカンドカーとかで、ああ確かに確かに確かに、楽しんでもらいたいっていうのが一番大きいですかね、うん、これはちょっと本当にマルチに使えるドイツ車時代持ってて、はい、趣味でこれっていうのはすごくいい気がします。そうですね、はい、ありがとうございます。ありがとうございます。じゃあボンネット検証、検証、本当に熱くなるのか、もうここでモアンっていう感じが、暑い、これは多分食べ物飲み物はアウトなやつ、暑いそうなんですよ、結構めっちゃ暑い、この周りの樹脂とかは、うわーちょめっちゃ暑い、ちょっと触って長時間触ってらんないぐらい暑い。そうです、なんでこれやばいね、構造上どうしてもラジエーターがあるっていうのは分かるんですけど、せっかくのラゲッジがこれだと、なるほど、要注意です皆さん、はい、なので暑さでも大丈夫なものを入れていただいて、そうね、そうね、はい、これゆで卵になっちゃうね、なっちゃいます本当に結構暑いですよね。というわけで今回はアルピーヌ A110S をご紹介させていただきました。車両の詳細は動画の説明欄よりご確認ください。最後までご視聴ありがとうございました。ありがとうございました。